chicken. I grew up a fucking screw up. Got introduced to the game, got an ounce and fucking blew up. Chopping rocks overnight. The nigga Biggie Smalls trying to turn into the black Frank White.報酬100万ドルを2倍でもらっちゃう計画、さらに締めの勝利を。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパテラです。というわけで、先週の木曜日から1日3個のデイリーチャレンジを5月27日までに10項目クリアで、1つのキャラに対してね、100万ドルをもらえるっていうね、キャンペーンがあります。そして、従来通りであれば2つ目のキャラも同じことをして100万ドルをもらえて合計200万ドルの報酬を得られるというわけになります。またちょっとね漏れていたので、このコスチュームが無料で手に入ります。だいたい10万ぐらいするんですけど、まあいらない人はね別に着なくてもいいし、ちょっとねもう珍しいなっていうことで今回は着てみました。ぜひよかったら着てみてください。というわけで今日の共通のデイリーチャレンジです。1日3個チャレンジの中に一番上に出ます。3時になると、更新されます。日本時間の3時ですね。そしてタッグチームに参加しろ、これわけわかんないと思うんですけど、これはアリーナのジョブとなってます。それ以外のね部分はね結構今日は簡単そうなのでサクサクっとね紹介していきます。まずはタッグチーム、オプションからオンライン、ジョブ、ジョブプレイ、ロックスターゲーム作成の中のアリーナウォーズで下の方に行きます。タッグチームというのは1人じゃプレイができません。なので公開セッションとかね、オートエイムと呼ばれるアシストフルの照準のセッションに行くといいと思います。またフレンドさんがいればどこでも大丈夫ですね。ではここをホストします。そして設定は1ラウンド5分とかがいいと思います。で2人とかで開始した時にバイクとかでね開始すればウィーリー思いっきりやってね、ひっくり返って負けちゃえばこうクリアになっちゃいます。またこのジョブを普通に楽しんでもいいと思います。このアリーナのねポイントっていうのはね、めちゃくちゃ貯めまくると普段買えない車両が解除されるというのがありますが、結構貯めるのね大変なのでね難しいかなと思うんですけど、やり続ければいつか解除されます。では今回タッグチームクリアしたのでフリーモードを選び、セッションに到着でクリアしたことを確認します。また3個あるうちのね、2つはねランダムなので店を強奪、これねフレンドさんがねちょうど同じねチャレンジだったのでそこに居合わせただけで自分もチャレンジクリアとなりました。自分でやる場合はね店員さんを脅し、店員を撃つことなく脅して、レジの中身のお金をもらうことでクリアとなります。では次のチャレンジです。簡単です。ダイヤモンドカジノリゾートに行け、こういったものはね結構簡単なんですが、なかなかねわけのわからないね、チャレンジが出る場合があります。そしてどうしても一人でできないようなものも出てきます。そういった時はそのねチャレンジ無理にやらなくても次の日のチャレンジにねかけるっていうのもねありだと思います。また昔に比べてねちょっと簡単になったそうなんですが、昔なんかはねヘッドショットとかをね何発決めろとかね、他のねプレイヤーを何体倒せとかね結構ねハードなものがありました。では今回ね一つのキャラでクリアできましたので、ここで報酬左見てください。100万ドルが手に入りました。これでね、手持ちの金額が増えましたね。これで報酬を得ることができたので、次はね、2のキャラクターとかもね、やってみたいと思います。またフレンドさんのお手伝いもね、ついでにやっちゃうといいと思います。10秒間のウィーリーをするってあるんですが、まあ、CO のバイクとかでもいいし、サンチェスとかでもいいので、空港に行き、最初の乗り出した時の R2 ね押してから数秒間してから左のスティックをずーっと下にしておく。そうするとひっくり返ることなくずーっとまっすぐ行きます。10秒間ウィリするとその人のチャレンジがねクリアできましたと出るので、それでね達成となります。空港がね多分やりやすいと思いますね。では2つ目のキャラクターいきたいと思います。従来通りであれば2つ目のキャラクターも同じように10項目クリアで達成となります。そしてね、前回かな、このチャレンジの時に10個やってもクリアにならなくて12個ぐらいでクリアとかそういうバグってる状態もありましたので、もし10個ぴったりでならなくてもそのままねちょっと続けてみてください。ではタッグチームまた、共通なのでやります。そして簡単な設定にします。1ラウンド5分とかにしてバイクを選び、いきなりウィーリーして、いきなりひっくり返って負ける。これでね簡単にクリアすることができます。まあ、最短で、ね、10秒ぐらいで多分クリアできると思いますね。こんな感じでやってみると意外と簡単ですね。では次のチャレンジいきたいと思います。またねこのアリーナのねクリアした時、
結構ね普段見ないような、ね、アクションするので面白いかもしれません。では次のチャレンジがちょっとね、分かりづらいかな、どうかな、ランダムなやつで 50m 以内でパラシュートを開け。これはシーオブハザードとかね、拾ったねヘリとかでいいです。自分でね操作してもいいです。ある程度高いとこに行き、まあ建物より全然高い位置に行った方がいいですね。そこからパラシュートを開くタイミングです。これね人によってはチャレンジが 200m 以上のところでパラシュートを開けとかもあるし、また逆にね 50m 以内でパラシュートっていうのもあるので気をつけてください。余裕を持って高い位置から三角ボタンを押してください。そしてね 50m 以内、建物と同じぐらいの時から×ボタンを押して L1R1 でゆっくり着地をします。そうするとチャレンジ成功となります。ではね次問題のね、結構コメントにも質問ありました、シミオンの車両を届けるというねチャレンジです。シミオンの車両を届けるというのは、特定の車両を招待限定セッションとかフレンド限定セッションでいいので盗んで、それをね、1箇所、カスタムしてシミオンのところに届けるというね、まあ、お金稼ぎなんですが、種類はねこのようになってます。シミオンの車両、バイクだとバガーやデーモン、コンパクトだとボールガンプレイリーやスポーツカーはレナンプラ、ユースロードとかいろいろあります。で、分かりやすい車両ね、ベナンプラっていう今乗っている車両、この辺とか結構分かりやすいかなと思います。またハバネロとかね、まあ、日本車で似たようなのがあるので、車両をね、覚えちゃえば意外と簡単です。盗むと必ず手配度2がいきなりつきます。そして下に警察の追跡を振り切れと出る車両がシミオンの車両となります。手配度を消してもいいし、消している途中でもいいので、ロスサントスカスタムに入ります。そして注意点はメインカラーだけを変えます。メインカラーを安いペイントですね、例えばメインカラーペイントメインでクラシックの、まあ、白か黒かみたいなね、もう安くていいです。ここお金かける必要ないので安いものをつけます。でカスタムショップを出る。余計なものをねつけてしまうと、このね車両はシミオンに届けることができなくなるので注意してください。またここでカスタムした後にシミオンからね通知を来る場合もあるんですが、出ない時もあります。出ない時っていうのはちゃんとねマップ上で確認すると、不当のねところに S のマークが出てますので、そこを確認してください。不当のところで S という文字が、点滅してます。これシミオンのマークですね。ここにこの車両を壊すことなく届ければクリアとなります。これはデイリーチャレンジに関係なく普段のちょっとしたねお金稼ぎに使えます。またこれはゲーム内時間の1日に1台しかね多分できないと思うので、まあ自分でね一人の時にね招待限定セッションとかでたまたま盗んだ車両で、あ、そういえばこれシミオンの車両だなと思って持っていくと、まあ数万ドルね手に入ります。まあ、よかったらね参考にしてみてください。というわけで問題のシミオンの車両、分かりづらいところ結構ねあると思うんですけど、車両がね特定されています。そして必ず手配度2がつくということ、またペイントをメインカラーだけ1箇所変更するということで、このようにクリアすることができます。なかなかねシミオンの車両どの車両なのかよく分かんないとか、シミオンから通知が来なくて分かんないってことあったと思うんですが、特定のね自分でね覚えた車両、もうペナンプラとかハバネロとか分かりやすい車両だけ覚えておいて、手配度2がついたらメインカラーだけ変える、そして不当のところに行き S の点滅しているところに届けるっていうのを覚えれば多分ねクリアできると思うんでやってみてください。というわけでね、本日のチャレンジとかで分からないもの、ランダムになってると思うので分かんないものあったらコメントにぜひ書いてみてください。分かる部分はフワテラも答えられるときは答えるし、もし分かんない場合はね、他のね視聴者さんがもしかしたらね答えてくれる場合あるので、初心者さんは、遠慮なくねちょっと聞いてみてください。というわけで今回のデイリーチャレンジは、1つのキャラクターではなんとか100万ドル取れたので、次はね2つ目のキャラクター、おそらく10項目いってるかいってないかぐらいなので、明日ねまたやってみて200万ドルゲットなるかどうかも確認して報告したいと思います。
今回の100万ドルもらう方法というのは PC 版、PS4、Xbox 版もできる共通なので、初心者さんやお金ない人はぜひねやってみてください。またね友達とかにもね教えてあげてください。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。